じゃあこんにちは。さあ刻一刻一刻と迫ってきました。何がね、そんなのあるの？ありますよ。何？ WBC の次期監督。もう決めなきゃいけないか。今月末までに一本化なんですよ。実は前回 WBC の次期監督、どうやら工藤公康さんで決まりそうだという記事が出て、そうだよ、ね、この動画でも撮ったんですよ、はい、ここに来て元巨人の高橋由伸さんが最有力候補として急浮上していることが明らかになったという記事が出ました。工藤は亡くなったでしょ。はい、工藤さんが亡くなったそうです。なんで？理由は書いてないんですけれども、うん、NPB の関係者がもうそれはないって否定したと。へえ、まあ否定するわな。でも監督が決まるまで否定し続け、し続けるからね。あ、否定は。そっかそっか、とりあえずは。とりあえずはね、はい、周りが騒がないように。うん、由伸。そうなんですよ、まあ、高橋由伸さん、テレビ局の解説者などを務めているため調整すべき問題が残っていますが、今月末までに一本化作業が進められる方向だと。で、読売サイドがゴーサインを出したというふうに記事では出ているんですよ。まあ、キャラクターとしては最高だけどね。まあ、爽やかだしなかっこいいしな、まあ、そうなんですよね。でも由伸やるかね。どう、でも押されたらやるしかね、ないっていう状況になってしまったら、いや、絵を描くと、うん、まあ、由伸がやるでしょ、はい、で高橋由伸ってもう常に出てくるよね、はい、で優勝するでしょ。仮にまあ優勝しましょう、しょ WBC で、はい、ほんだ次の次期監督にスッと入れるよね、はい、巨人に。巨人、はい、そりゃ綺麗だよ。そういう路線が引かれてるんですか。そりゃ綺麗だと思うよ。まあそうなればそうですよ。そうなればそうだよ。で由伸もいきなり監督だから辛かったと思うよ、はい、いろいろ勉強しなきゃいけない、うん、もう準備段階もなかったわけだから、はい、それでユニフォームを引っ張らされてさ。そうなんですよね。だからちょっとかわいそうだったっていうのはあるよね、はい、だけどまあここ数年で多分そういう勉強もしただろうし、はい、まあ悪くはないけどもやるかな。そうなんですよね。ただやっぱりコメントを見てみると、あのファンの方からのやっぱその素晴らしい打者ではあるけれども、なんかこう WBC の監督というイメージはあまり湧かないっていう方も、ね、コメントしていたりとか、うん、大谷選手とか海外の選手とかを呼べるかとか。まあなあ、でようわからんよようわからんけど、はい、由伸自身を考えるとどうなんだろうと思うよね、うん、ものすごいいい人間だし、はい、知的だしね。そうですね。でかっこいいし、うん、キャラとしては最高だけどさ、あんまり目立ちたがり屋じゃないからね。あ、由伸さん性格的には、はい、うん、勝手に周りが目立たすように仕向けてるだけで、はい、そっとしといてくださいよみたいなタイプの人間なんだよね、うん、はい、どちらかというとね。それが WBC の監督を受けるかなとかね、ちょっと思っちゃうね。でもやっぱりね、読売グループなのでからやってくださいと言われたら、やっぱりじゃあ責任感感じて分かりましたっておっしゃるかもしれないですし、まあね、うん、ただ彼の人生だからな。まあそうですね、人生かかってるからね、今度の WBC っていうのは。いや、仮に今年優勝できなかったとしたら、はい、いや、やりますよって、うん、ね、言えるかもわからない。だから優勝してる時の監督ってつらいぞお前。だって優勝しか許されないわけで、次も、うん、人生長いぞ一回考えた方がいい。じゃあ豊田さん的には他監督ってどうでしょう。まあ、例えばやっぱりどうしても名前がずっと上がってるのはイチローさん。もうメジャーでも日本でも有名ですし、実際 WBC でも活躍されてるというところで、イチローさん監督っていうのはやっぱりずっと上がってますね、うん、それから、まあ、古田敦也さんも名前上がってますし、あと松井秀喜さんも名前が上がっています。稲葉とかどうなんですかね。そう、稲葉さんもやっぱり名前は上がってるんですけれども、どうですか。稲葉とかは金メダリストだしな、オリンピックの。そうですね、東京オリンピックの、うん、まあ、大谷とも近しき中にあるでしょう、はい、だから大谷が気持ちよく出るか出ないかっていうのは大きいよなもう多分そこありき、ね、ありきだよな、うん、やっぱ栗山さんもやっぱりダルビッシュ投手と大谷選手を呼べたっていうところが、いや、もうその、うん、そこだよ、監督の力たるのは、うん、そこが大きいよ。で、大谷に付随してついてくる人間ってたくさんいるからさそうですね、大谷に呼べる。だから大谷を監督すればいいお、
選手兼監督ですか。だからまあ選手兼監督だけど、はい、まあ、選手が主で、はい、代表として表に舞台に立つ監督としては大谷で、うん、はい、ここにあのヘッドコーチつけとけばいいんだよ、鶴岡かなんか。あ、鶴岡さん、鶴岡いいじゃん。今回も入りましたもんね。鶴岡は野球の方は長けてるよ。そのサインを出す、ここで何を出さなきゃいけない、まあ、そういうところはすごい野球感というのはすごくいい選手だったし、はい、まあ、解説聞いててもあのすごくいいこと言うしね、はい、そしたらそれに続いてダルビッシュが来てくれる、うん、そうですね、絶対に、はい、だから今度はコーチとして来てくれてもいいよ。まだ現役は続けてると思うけども、はい、だからちょっと申し訳ないけど投手陣をまとめてくれないかって、うん、コーチとしてって言えば、まあ、選手としてでもいいんだけど、はい、もう今回のダルビッシュの、ね、行動を見てると、うん、もう自分の調整っていうところじゃないもんね、はい、他の選手をちゃんとこうケアしてあげてっていう、そしたらもうコーチで呼んで、はい、もう選手をまとめてくれみたいな、うん、そんな感じでいいんじゃない。監督がもう出来上がったじゃない。そう、監督大谷選手、参謀に鶴岡さん、まあプレイングマネージャーだね、はい、うん、で鶴岡、うん、でいいんじゃない。でダルビッシュが来てくる。そうですね、うん、まあ、それに付随してヌートバー入ってくる。まあヌートバー選手は来てくれるでしょうね、絶対。で吉田正尚、千賀、はい、もう来る。マイケンもその時はもう肘も絶好調で入ってきたりすごいメンバー揃えますね。そう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 、まあ、実現するかどうかはさておき、まあ、そういう案も一つあるよと。豊さん、いや、そのメンバーが来たら、うん、佐々木朗希だ、うん、山本由伸、山本、うん、まあ、ああいう人間も入っていく。そうですね、いや、もうなんかどういう指揮を取るかっていうよりどういう人たちを呼んでこれる人望があるかっていうことにが一番ですね。そこを、まあ、今年の WBC を見て特に思ったのは、うん、やっぱ栗山監督の力っていうのは、うん、そういう人脈があったということだよね、うん、でその人脈で勝てたという、うん、ことはもう誰しも思うことであってさ、はい、だから誰をどういうふうに気持ちよくさせるかっていう、うん、まあ、それにはやっぱ大谷が監督だ。でもそうすると日本で例えば壮行試合だったりとか練習あるじゃないですか、 WBC に向けての。そういう時は不在なわけですか、やっぱり。いや、来る来る。あ、来るんですね。監督でも来るよ来るんですね。投げるか打つかどうかわからないけど、まあ、だけど来るよ、ね、だ吉野部でもいいんだよ。吉野部でもいいけども、はい、大丈夫かなっていう、まあ、大丈夫かなっていうのは、うん、吉野部自体にものすごいプレッシャーがかかるから、うん、吉野部が受けてくれるのかなっていうことがあるんだよね。ああ、そういうことか、うん、そう考えると例えば松井秀喜さんなんかもちろん監督のご経験はないですけど、メジャーでもあれだけ有名になってます。メジャーリーグでもそれによって海外組の選手が来てくれる。さらに日本でもあの松井秀喜さんが WBC の監督になったっていうと注目度も一気にボーンって跳ね上がるっていう意味ではどうなんですかね。やんないと思う。やんないやんないっていうのは、いや、そりゃやるんだったら巨人の監督やってるよ。そうか、うん、まあ、一気に注目度は上がると思うけど、うん、やりたがらないよね、うん、まあ、そうですね、まあ、ニューヨークで、ね、生活しているっていうのも生活拠点が、ね、うん、向こうですし、だから、まあ、一説によると、まあ、読売もそのチームに呼んでるんだけども、うん、なかなかね入ってこないっていうこともあるし、はい、だからやりたがらないと思うよね。そう、まあ、巨人軍のユニフォームに袖通してないのに、うん、いきなり WBC は多分通さないと思うよ。そっかそっか、彼の人間性を考えると、はい、それはやっぱ筋に反するということでね、うん、高橋由伸でもいいけども、なんか高橋由伸の方が不順が悪いというかさ、はい、うん、栗山の前にやってるんだったらいいけどさ、栗山の後にやって優勝したら後にやるっていうのは相当なプレッシャーがあるしね。そうですよね、うん、もう選手たちがすごい選手たちが来れば監督の力をさらに上回って優勝していくっていう、まあ、すごい選手たちが来たからで勝てる問題じゃないよね。やっぱ一つになれるかどうか、はい、だからこれを今年指したのがやっぱダルビッシュだよ。中心に集まったっていうの人が、はい、それで乱さなかったっていうのが、はい、だからここがやっぱり優勝の一番の要因だしね。 そこの中心にいたのが大谷だし、はい、まとめたのはダルビッシュだし、じゃあこの2選手ですね本当に。いや、だからそうなんだよ。そうか、
まあ、それには鶴岡なんだそうですね、そこに入ってダルビッシュ監督だっていいよ。そうですよね、そうそう、大谷さんじゃなくて、そうそう、ダルビッシュ監督でいいじゃん。うん、ありだと思いますなあ。でもそうなってくるとメジャーでのチームのこともあるけれども、走行試合来て戦う、来てくれるって彼は監督としてだから家族の問題があるから、ね、あ、もちろんそれもクリアにしないと、そうそうそう、うん、ダメですけど、家族を大事にしてるからね。そうですそうです、うん、だけど、いやだからダルビッシュなんかは俺監督としていいと思う。ああ、そうか。だから国内での動きをが分からないから、はい、向こうでね、拠点が生活だから、うん、まあ、そしたら誰か信頼の受ける鶴岡でも置いといて、うん、それでこう見て回して。吉井さんはどうなんですか。また吉井さん、吉井はだからそのロッテの監督やってんじゃん、はい、だからここら辺がクリアになるかならないかっていうのがあるよね。そっかそっか、それはやっぱ大変だと思うよ。一つのチームの監督やりながら、うん、WBC を請け負うっていうのは、うん、それなかなか大変だと思うよ。ああ、じゃあやっぱり無理か。秋山浩二さん、元ソフトバンクの監督。そうだね、はい、だから秋山が今何やってるのかな。そうですね、解説はもしかしたらね、九州の方でされてるかもしれないですし、うん、ちょっとわからないんですけど、まあ、やってるとは思うけど、うん、だからそこら辺の熱があるのかどうかっていうことだよね、はい、あとは大好きな真中さん。真中いいと思うよ、明るさはなんかねちょっともうちょっと痩せてくれなきゃ似合わないよ、ユニフォームが。日本が、でもなんかこう前回大会のことをちょっと一旦置いて目の前のことで明るくやってくれそうですよね。優勝したんだっけみたいなそんな感じでのノリでやってくれるから、ね、多分、うん、真中さんだったりとか、うん、でも吉野も悪くはないけどね、うん、悪くはないけど、なんかすごくプレッシャーがかかるな今度の監督はな。そうですよね、まあ、それだったらなんかこうダルビッシュとか、うん、求心力あるしね、はい、だからいいのかなとは思うけどね。そうですね、まあ、今月末までに本当一本化作業で、まあ、発表されるというところなので、まあ、本当にじゃあ高橋由伸さんで行くのか、はたまたもう大どんでん返しがありこの方がみたいになるのか注目ですけれどもね、8月の終わりまで。ああ高木ジャパンあるわけないだろ